環境保全や SDGs などに取り組む個人や団体、事業者を表彰する彩の国さいたま環境大賞。令和5年度の大賞には、農業生産法人を組織して環境保全型農業の実践と普及に取り組む山木醸造株式会社が選ばれました。明治35年創業の山木醸造、1991年清らかな水に恵まれた上川町上泉地区に豆腐工場を新設すると、本庄市にあった醤油味噌の製造施設も移設して、木桶を使用するなど昔ながらの伝統製法で製品作りを行っています。こだわっている点はですね、まず、第一に原料ですね。我々が使っている原料というのが、まず国産であって、なおかつ、環境や体にも優しいという意味で、有機ですとか、原農薬にあたる特別栽培というものを、原料として使用しております。そういったですね、こだわった原料を使って余分なものを入れずにですね、自然な味を作るために、伝統製法でですね、しっかり作っていくというところが、こだわりになっております。有機栽培の大豆などの原料を確保するため、山木醸造では自ら農業生産法人を作るなど、契約農家と信頼関係を築いています。農家さんもやっぱり有機であれば、その作るまでに本当数年、土作りから始めると数年かかって、でなおかつその書類を作る手間ですとか、農家さんとしてはあんまりその作ってもメリットが薄い、ただどうしても体にいいっていうのはすごく大きなうちとしてはあるので、うちとしてはもう契約させていただいて、大豆であれば全部買い取りさせていただいた上で、その品種、あとはその等級、出来ですよね、によってお豆腐に使う、醤油に使う、味噌に使うというふうに分けさせていただくことで、無駄なく使い切るようにしているので、農家さんも安心して山木だったら作りますよということで作っていただいております。また契約農家の困りごとを聞いていくうちに、有機野菜の漬物作りも行うようになりました。野菜を、美味しく作っても、どうしてもここにサイズが小さかったりとか、キュウリであったらこう曲がりが、大きかったりすると、B 品で、美味しいのに適正な価格で買ってもらえないんだよというような声を受けて、生産者とここに深く関わりを持ってやっていく中で、困ってるよという声を聞きながらですね、我々のできることとして、味噌とか醤油でそういったものをつけて、商品化していくということで、少しでもですね、助けになればということで、商品化になりました。製造に時間をかけた山木の製品、そんな中、時代のニーズに合った新商品の開発も進めていて、埼玉新商品アワード2023では豆腐のマヨで金賞を受賞しました。山木醸造では、放送した後にボイル殺菌をしない生豆腐がお豆腐なんですけれども、そのお豆腐がどうしても出荷の段階で欠けてしまったりとかっていったものを再利用できないかっていうのが一番のコンセプトで、そのもったいないをなくしたいというところから、こちらの豆腐のマヨが生まれました。基本的にはうちは添加物っていったものは使えないので、それを使わずに半分以上豆腐でできてて、そこに菜種油と国産米酢と種子島産の粗糖を使った、添加物としては使わないけれどもマヨネーズのようにお使いいただけるドレッシングですね。無駄なくその原料を使い切るっていうのと、やっぱりこだわりのお豆腐の美味しさっていうのも分かってもらった上で、卵を使っていないということで、卵アレルギーの方でも安心して召し上がっていただけたり、ビーガンの方でも美味しく召し上がっていただけるということで、そこが評価していただけたのかなと思っております。消費者に周辺の自然環境やこだわりのものづくりを直接見てもらおうと、工場見学や豆腐作り体験などを行うとともに、直営の湯葉カフェ紫水庵では湯葉をふんだんに使った湯葉ボールなどの料理が楽しめます。さらに18年前から自然農法の野菜作りを体験できる畑の学校もやっています。有機農産物をどうやって作るのか、育てるのか、でその育てたものをどうやってその直接、手にしていただく機会を作ろうということで、美しいその日本の季節の移りをこの地でちょっと感じてほしいなということと、やはりあとはこの健康な土
に触っていただきたい、土に向き合うことで豊かな一日をこう過ごしていただきたいなというふうに思ってます。守る自然、残す自然、これが山木醸造が長年受け継いできた社訓です。昔からの一貫した姿勢を崩さない山木醸造にやっと SDGs という時代の流れが追いついてきたといえます。消費者の方に、安心安全で美味しいものをお届けするということ、自然な形で、いい原料を使って添加物一切使わないで作る、時間をかけるということでいうとどうしてもコストは上がってしまいます。ただ非常にその昔からの作り方を守っていて、安心安全で美味しいものを供給しているというような自負というか自信はありますけれども、はい、とてもここに新しいものをやろうというより今ある土台をしっかりですねやっていくというところが一番重要なのかなと思っています。とはいえ、時代の流れの中で皆様お醤油とかお味噌の使い方、使用する頻度というのも変わってきていると思いますので、そういったニーズにですね合わせられるような、味噌醤油の使い方ですとか、そういったものを使った、加工食品とか美味しく食べていただけるようにですね展開をしていきたいというふうに思っています。川口さん、ご覧になっていかがでしたか？明治35年ということはもう130年以上続いているということなんですが、その間ですね、時代としては大量生産、大量消費を良しとした時代もあったと思いますが、その中でね、やはり自然を意識し伝統製法をね、ずっとこう続けられて、非常にね、見ててなんかこうビジネスの番組なんですけど、自然のドキュメンタリー番組を見てるような感じでしたね。で、止水庵もねちょっと行ってみたいし、気になりましたね。豆腐マヨってちょっと食べてみたいですね。思いました、はい、ぜひ皆さんにも足を運んでいただければと思います。ここまで特集でした。